はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスタージョーカー続きをやっていきたいと思います。今回ですね、いよいよね、ラスボス戦ですね。まあ、この先に見えるんですけど、もうね、前回ね、まあ、ラストダンジョン、まあ、かなりカットとかもしましたけど、相当ね、長いので、まあ、ステルスを使ってね、まあ、抜けてくるのもいいし、いい宝箱があるのでね、まあ、全部取りながら来たんですけど、まあ、今回ね、とうとうね、まあ、因縁の対決と言えばいいのかな。あれでね、真珠くん、その色はどうしたのかな？真珠くんには、門の番を頼んでいたはずだけど。ほざけ。我がマスターの力を甘く見ていたようだな。あちゃ、カズボか、君のこと忘れてたよ。宝具はどこにある？何時が持っているのだろう？いや、危ない危ない。もしものために君から宝具を取り上げておいてよかった。門を開いたままにしてはこの世が魔界になってしまうぞ。わかってるくせに。僕の望みはこの世のモンスターの楽園にすることなんだよ。モンスターの楽園にするというかね。一度は君も協力してくれたでしょ。ほら、空をご覧よ。魔界から大量の魔素が恵みの雨のように。やははは。もうこの笑い方はね、もう完全にカルマス。さて、もう一度魔素を浴びようね。また僕の仲間になってよ。それ。ん？なんだそれは。僕の研究データを盗んでギルツ君が作ったやつかな。所詮ガラクタはガラクタ。今度は最大パワーでいくよ。ププ、もう壊れちゃったの？拍子抜けだな。力んで損しちゃった。じゃあもう一度魔素をお見舞いするからね。これまでか。それ。ふおー、ガス欠？空っぽになったのかな。ま、いいや。魔界の門からいくらでも魔素は降ってくるしね。真珠くんのおかげで苦もなく、魔法樹を魔素で満たせそうだよ。それまでこの子たちの相手でもしててね。はい、ここで出てきたバッファロンとモヒカンと。ね、バイキングにあるから扱っちゃってもいいか。バイキルトでしょ。もうバイキルトで自分でいいかな。これで2ラウンド目にも戦えば普通にいけると思うので。はい、これでね、もうかなり大きな攻撃力になると思います。バッファロンのため怖いね、やっぱりね。はい。もう1体になればこっちのもんなんですけどね。このちょっとためが怖いので、まあ、さっさと沈めてほしいんですけど。お、溜めてる間に50枚溜まった。これ次やばいね。完全に一撃ですね、やられたら。このラウンドで倒してくれればいいんですけど。アトラスの攻撃いくか？はい、倒しました。危なかったですね。はい、3047。扱っといて正解ですよね。はい、命の木の実。不思議な木の実。こんなもんでいいかな？ん？シャワー！おりょりょりょ？目の高さが違うぞ。この手、この体、僕はモンスターに。そうか、魔素は魔界の息吹。人間をも魔界の生物に変えるんだ。これは新発見だぞ。この喜び、みんなにも分けてあげたい。もう少しだよ、カズボウ君。ほら、
君の仲間たちもマッソのおかげで元気になったみたいだし、真珠くんだってほっといても黒く頼もしい姿に変わるから、みんなで仲良くモンスターになろう。甘い。宝具を取り返し魔界の門を消滅させてみせる。やははは、そっかいそっかい、君には感謝してたのにな。門からマッソがじゃんじゃんドバドバ降ってくるようにしてもらったしさ。けどあくまで僕の邪魔をするというなら君を始末しちゃうよ。行くぞカズボー、奴はもう人間にあらず、情けは無用。はい、来ました。これ危ないんですよね。おまけがついてんですよ。で、とりあえずはバイキルミをミルドラーズかな、こぎついてたね。で、自分にかけて、どっちか、嘆きの亡霊からかな。魔王の使いも邪魔なんだよね。魔王の使いからでいいか。バイキルと自分にかけて、あとは回復しながらね、サポートして倒せばね、いいと思うんですよね。ちょっとね、怖い攻撃してくるんですよ、確か。OKOK。おし、OK。アストラッシュの前は、だいぶ違います。キル浄化。2回攻撃ガルマツ、道具で毒薬草、キングスペイ量がね181なんですけどね、181からあるといってね、侮ってはいけないので、はい、とりあえず横2人倒してしまえば落ちることはないかなっていう気はしますけどね。いや、あんまりね、配合をやりまくっても、なんかすごい簡単にね、なんか倒してしまいそうだったので、まあちょっと早めにラスボス来たんですけど、まあ、そんな、そこまで考えるまでもなかったっていうか、これでも結構なんか楽にいけそうな気はするけど、どうなんだろう。あ、来た。トルマド。これ全体じゃなかったっけ ?1 体か。1体だったらそんなでもないですよ。ちなみに、ミルドラースがドルマドン食らったら回復しますんで、だから回復しなかったっていう話もあるんですけど。これで、またこれバイキュートかけて、攻撃して、まあ攻撃でいいか。回心封じってめっちゃあるんですけどね。おー、来た。ここで出ました。道具で世界中の初回がいいので。この命令で、相手と自分にかけようか。これ効くのかな、回心封じ一応。通行の一撃を封印した。ただ先ほどこれ使っておけば食らわなくて済んだって話ですね。お、瞑想。385。なんだけどこっちも攻撃力高いので。はい、今の回復分は攻撃しました。で、アトラスの一撃はやっぱ大きいんだよね。で、どうしよう、攻撃か。で、バイキルトで、ミルドラースでいいかな。さすがに今までいないぐらいの HP 高いですよね。なくなってきたけどね、世界中の雫があるので、まあ使って倒しますか。じゃあこのダンジョンでね、まあ手に入りますね、その宝箱から。あ、倒しました。まあちょっともったいなかったけど、まあいいですよ。
お願いだよ、門を閉じないで。この世を魔界にするチャンスなんだ。300年にたった一度の。みんながモンスターになれば、人間以上の体が手に入る。これは素晴らしいことなんだよ。人間のためなんだ。心まで魔素に染まったものが人間のためとはおこがましい。なんじゃすでに魔界の住人、人間界の断りを壊すものだ。この分からずやめ。でもいいよ、宝具は僕の中にある。僕と一緒に粉々に滅びるんだ。どうあがこうがこの世は魔界になるんだよ。にゃははは。はおろかな、宝具が滅びるわけがなかろうに。ふむ、ようやく真の宝具を身につけることができたぞ。これで使命が果たせる。何時のおかげだ、礼を言うぞ。共に戦い続けた日々、忘れません。もう一度、バトルグランプリに出てみたいものだな。これが我が使命、さよならは言わんぞ。魔界の門は閉じられ、グランプール諸島に澄み渡るような青空が戻った。やがて日は沈み、夜の闇が辺りを満たしてもキングは帰らない。それから昼と夜とが幾度となく繰り返されたが、その後キングの姿を見た者は誰もいなかった。10日後。ああ、カズボ選手、よかった。探していたんです。とにかくまずはグランプリ協会本部へ行ってください。会長が、グランプリ協会の会長がカズボー選手をお呼びですよ。会長がお呼びだと。あー、キングいなくなっちゃったね。とりあえずね、グランプリ協会はね、このまっすぐ行ったところなので、まあ、普通に、まあ、話進むんであれば会長が違う人になってるって話ですよね。ようこそ。出た。今日から私が新会長なり。どうよ、驚いた？私のママンがグランプリ協会のスポンサーやっててさ、カルマッソ会長が余計不明なんで後釜に収まったってわけ。世の中金とコネだよね。もともと優勝できたら私を会長にしてくれるって約束だったし、それをさ、君が邪魔をしてくれて恨んでるんだぞ、メラメラ。なんちて。今後のグランプリは過去にとらわれずアロマの企画で行くから。とんでもないな。ちょっと何よその面、グランプリだよ、バトルグランプリ。ちった喜びなって。チャンピオンなんだから君にも当然出てもらうからね。およよ、ちょっとちょっと、レアモンスター君はどうしちゃった？ふむふむ、そっか、そんなことが。結構ヘビーな体験をしたんだ。あ、そういえば思い出したよ。君の名前どこかで聞いたことあるって言ったでしょ。君もしかしてギルツって人の息子さんじゃないの？うちのママンが言ってたわ。ギルツさんにはとんでもない息子さんがいるって。君のことだったのね。まあ私も人のこと言えないけど。さてと、お話はここまで。私は次のグランプリ大会の企画を考えなくちゃね。そうね、君はノビストにお参りに行ったら？うん、それがいいよ。やつの供養にもなるし。はい、行った行った。帰ってくるまでには新グランプリの企画を固めとくから。とまあね、こういう話になりますと。ノビスト山頂の石碑ということで行きましょう。はい、ノビスト危険度 F ということでね。剣道 F、 初心者に優しい島って出なかったですね。
人間どもめ、次から次へと、もう最初の出会いですね。これもバトルグランプリというふざけた大会のせいなのか。よろしく頼むぞ、人間よ。モンスターって書いてますね。いや、この呼び方では不便だな。何時の名前は何というのだ。そうか、カズボか。我のことは何時の好きに呼ぶがよいぞ。我の呼び名はキングか。うむ、心得た。ここの時点でキングになってるし。まあ一応ね、キングスペイドだったからキングにしたんですけどね。まあ、最後、角生えてましたからね。意外な展開になっちまったが、グランプリにアクセントはつきものってね。とにかく第7回バトルグランプリ優勝者はカズボーに決定だ。聞いたか、カズボー。優勝だぞ。我らがグランプリの覇者だ。何時と組んでよかった。あの時の選択に間違いはなかった。もう2人の物語みたいな感じですかね、これね。まあ、2人っていうか、1人とね、1匹って言えばいいのかな。お、山頂まで来てくれましたね。自力で登らなくて済みましたね。まあ、ここがキングスライムがいる場所ですけどね。古ぼけた石碑がある。お参りしますか。カズボーはゆっくり目を閉じた。やれやれ、ここだったのか。探したぞ。おお。あそこで待っていてくれると思ったのに、白状のやつめ。お参りが済んだのなら行くぞ。次のバトルグランプリがあるのだろ。ん？どうした？さよならは言わなかったはずだ。共に戦いの日々を生きよう。何時が我のマスターなのだから。はい、戻ってきました。いやー、モンスターズでこの音楽聴けるって新鮮ですね。まあ、完全にドラ系ですけどね。まあ、ドラ系の、まあ、シリーズのね、モンスターからね、まあ、取り上げられたモンスターたちをね、配合して、まあ、進んでいくというね、まあ、そういう趣旨のゲームでありましたけど、無事攻略できました。エンディング迎えましたね。エンディング迎えたんですけどね、まあ、最後ね、ガルマッツォ出てきましたね。まあ、あれも、まあ、作れるので、まあ、この後ね、作っていきたいと思います。まあ、そこまではね、かなりね、大変なので、まあ、一回ね、このエンディング迎えてからね、やってもいいと思います。まあ、この続きだと思うんでね、どっちみち。まあ、無理やりやれば、あの、ガルマッツォ対ガルマッツォとかできるんですけどね。あの、メタルキングがね、結構ね、捕まえるのが鬼なので、まあ、それとかもね、手に入れたいですし、それを入ることによって、もう配合の幅がね、大幅に広がるので、またね、配合パートだったり、まだね、闘技場もクリアしてないんでね、まあ、そんなモンスターも入れつつやっていけば、いずれはね、攻略できるんじゃないかと思います。まあ、メタル系をね、スカウトするために必要な、まあ、武器だったりね、まあ、これを持ってたら、すごいね、スカウトしやすいとかもあるので、まあ、そんなのも駆使しながら、まあ何度も何度もね、スタートして、まあ何度もね、捕まえて、配合を繰り返して、配合を極めようと思います。ね。まあトロデが手に入ったんですけど、あと2体もね、手に入る予定なので、まあそれもね、配合して、まあこんな風になりますよっていう感じでね、図鑑をコンプリートして、まあ、一番最後のパートにね、モンスターをね、コンプリートしましたって感じで紹介したいと思います。まあそれはね、またね、長くなっちゃうので、また、その時その時でパートでやりますけどね。ということでね、まあ、浄化1が終わったので、まあ、この後まだやりますけどね。まあ、コンプリートした後に、まあ、浄化2もやりますし、ドラクエ9もね、やるって言ってたんでね。ただね、スーファミのゲームもやりたいなと思いまして、だからどれやるかわかんないですね。だからスーファミのゲームやった後でね、ドラクエ9やらないんですかとかね。まあ、今やるって言ってるので、まあ、そういうコメントはね、書いていただいてお願いします。やると言ったらやりますので、例えばね、いつやるとはいけないんでね、順番はありますので、ただ、ジョーカー2とかね、ドラクエ9とかね、まあ全部やるつもりではいるので、まあやった時にね、
まあ、そのやってるものをね、応援していただければいいと思います。まあ、それをやったからといってね、他のやらないってわけではないので、まあ、そこをね、間違いないようにお願いいたします。ということでね、まあ、次から次へとね、いろんなゲームやっぱやっていきたいので、まあ、ドラクエだけだと息が詰まっちゃうのでね、まあ、他のゲームやりつつ、ドラクエもやってればスムーズに進むんじゃないかと思います。ということで、ここまで来ましたね。はい。クリア時間がとりあえず35時間58分。まあまあ、コンプリートはしてないですけど、そうだね。まあ、こんな感じか。まあ、セーブしていますってなるので、また次ね、どうなるんでしょうって感じです。はい。ということで、またね、ここからね、スタートしたら、またね、その続きからできると思いますので、次回そこからやっていきたいと思います。で、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。